小松さやかは日本の女子バスケットボール選手である。ポジションはセンター。長野県出身。大川学園高校から大川学園大学を経て2008年、シンオータムウィンターに入社。2009年、ビッグブルー東京に移籍。2010年、山梨クイーンビーズに移籍。2012年、新潟アルビレックス BB、ラビッツに移籍。2013年、新潟を退団。 羽田ビッキーズ2遺席。2015年、再び新潟2遺席。2016年8月21日、新潟市中央区の亀田バイパス入り口付近で、運転する軽乗用車と別の軽乗用車に接触し、相手2人に怪我を負わせた事故を起こし、報告義務を怠ったとして、10月28日に公式選出場停止と無期限の謹慎処分を受けた。 その後復帰に至ることなく2017年3月31日付で対談したことを自身のフェイスブックで発表。2018年、福井幸せ元気国体2018の福井青年女子チームに参加。2019年、新潟時代の恩師でもある荒純一を HC に迎え新たに結成された東京社会人リーグの東京シルキーエアーズに入団。二千二十年、 地域リーグのアステム湘南ウェクトリアスに席。2021年現役引退と合わせて、コンフェアヌッサ東京 U15 女子アシスタントコーチ就任を発表。ありがとうございます。